火災駅は大韓民国の軽軌道水原市発達区火災に道にある韓国鉄道公社の駅。乗り入れている路線は線路名称上は京府線であるが、当駅には電車線を走る京府電鉄線電車のみが停車する。駅番号は、2面2線の相対式ホームが1面2線の島式ホームを挟む形の合計3面4線の地上駅で、 京城駅舎を有する。外側の相対式ホームのみを使用している。開業当初は一面二線の島式ホームだったが、1981年の京府電鉄変復伏線化の際に外側に相対式ホームを設置した。内側のホームは現在停車する列車はなく、長期間使用されていないためかなり荒れ果てている。出口は1から1番1から2番と2番の合計3カ所。 ある。近年の1日平均乗車人員推移は、下記の通り。http://www.newsis.com a r t i c l e v i e w htm シットイコール i d n i x 2 0 1 0 7 3 0 0 0 5 8 0 5 9 1 4ありがとうございます。